もやし。お米やったこれ。おお。お弁当箱でおばあちゃんちっちゃいね、だいぶ、うん、幼稚園だったらこれしか食べるじゃない、知らん、うん、なんか、なんか、うん、持ち込み粉できてる、持ち込みの粉、ああ。でね、トモ君に、はい、言ってたのか、もちろん、誰はトモ君もこうできるけど、お寿司は普通の人はね、美味しくないけど、ほら、もう3号やったでね、いやと思うけど、うん、3号にする、はい、3号で炊いて、お、いいね、ええ香りがしよる。そしたら、うんうん、はい、ちょっと入れるね、うん、あ、じゃあ前煮物の時はザラメがいいやせんかった、ザラメがいいって、これはもう袋が少しなったけ、早よ使いたいな、あー、そういうこと、ここはザラメがいいわ、うん、まあな、タケノコなった時は絶対ザラメだね、あー、辛かったらいかんけ、ちょっと薄め、はい、順序に入れよるけど、何時間の感覚が短くて一緒のごったに入れよるんで、なんで急に笑い出したん、え、なんで急に笑い出したどうしたなんで急に笑い出した、趣味込んでからせんといかんけどで、料理酒を入れます、料理酒を入れますやっぱりね、これもう味付けしとくよ、うん、こんなもの、ほんまに、はい、味が美味しくなかったらもうダメ、そりゃそうよ、ほんで人によってもそれどれ持ち味持ちわけよ、そうよ、
れでグツグツ炊き込んでもらうから、もうそれで。はい。お酒は何へ入れてもええで。何へ入れてもって、料理の何に入れてもってこと？織物やったらお酒を使うたら、あのすし汁なんかも見て、お酒入れたらあれだけ。さりげなく掃除しよるね。さりげなく床を掃除しよる。はい。はい。すぐ？うん。はい。どこで？どこで2回目からね。はい。ここで溶いたらいい。どこで？ああ。こんなんせんと。うん、お米傷がつくろ。そういう説でした。はい。あ、今度お米取りに、あの取りに行ったらね、はい、あれよ、米ぬかもらってきておかないか。ああ、そうじゃね、うん、風呂吹き大根も思わそれがあった方がええだろう。なんか米ぬか、風呂吹き大根は米ぬかが入れるよ。あら、とぎ汁かね。とぎ汁でおばあちゃんはするけど、うん、2回目からの、一番初めのはいかん。おお。シャッと捨てなさいというのは、はい、お米匂いがすごくいたなとかね、知らんけど、そんなことは詳しいこと、はい。はい。この黒いのなんじゃろうね。これはね、うん、田んぼでね、日当たりが悪いところがよう実ってないんやって。あ、そう。これお役所屋さんで仕入れるかね。はあ、や、山のね、田んぼの、そこの土佐山の。うん。で、水がきれいなということで、おいしいろ。おいしい。お水がきれいなんや。うちらが飲みような鏡があったね。いや、うちらが飲みよう水のもとや。いや、うちら飲みよるのはサメ浦やろ。サメ浦ダムの水やない。そうそう、あそこのもとや。うん、このお米作り、うん、ええ香りがしよる。ほんで、これ、うん、それ、飲みよるが、あ、捨てられた。どうしてこれするか知っちゃう。え、どうしてこれ置くと思う。どうして、これどうして置いたと思う。言うて、水が落ちるやか。そうそうそう、そうそう。うん、ほんでしとかないかんことは、はい、これどれ、うん、鉄が出る気ね。鉄、あ、綺麗に落ちるんやね。けどこの鉄分はか食べないからね、体の中に必要なもんだけね、どこ見はなら。え、その鉄と一緒。ほんまかい。ほんまかね。違うのかね。植物のは違うかもから知らん。植物じゃないや、その包丁やのに。だから、ほんで知らんと。誰が言うた、そんなこと。一人でそういうこと考えた。